コンチェスクです。スミレの空続きやっていきます。前回までのお話は元親友だったチエちゃんといじめっ子たちを悪魔の中に引きずり込んじゃってたのを救ってあげて、まあ仲直りじゃないんだけど少しだけ和解できたかなって感じです。でケンジが引っ越しちゃうんで、その前に今日中に告白しようみたいな、そんな感じかな。というわけで秘密基地というところで待ってるらしいんで、そこに行ってみよう。ケンジ行っちゃったね。諦めるの早すぎだよ。いや諦めてないんだけど、なんだか怖くて。ほら考えて、ケンジはどこへ行ったのさ。秘密基地にいるっつってたよ。秘密基地、田中邸の先にあるって。だったらそこへ行ってみよう。はい。田中邸怖いから近づきたくねえんだけど、なんだこの走り方。変な走り方。よし行くぞ。お金落ちてねえかな。なんかおしゃれアイテムとかもっとなんか買いたいんだけど、全然買えてないんだよな、お金足りなくて。お、買える、久しぶり、元気か。美味しいご飯をありがとうさん。お礼にオイラがキスしてあげるけど。なんでそんな罰ゲーム。いい、虫がつきそうだし。確かに、うおい。よし行くか。ここには用がない。あ、そうだ、ワープできるんだったらワープしよう。いいね。とりあえず田中邸に行けばいいかな。田中邸に飛ぼう。まあ田中邸近づきたくないって言ってももう入れないからね。それは安心かな。よし。そういえばここの蜂さ、なんか、また蜂。蜂さん大好き。いや、そういうことじゃなくて蜂蜜が欲しいんだけど、温泉のお姉さんに渡せるくらい。そう、なんか郵便局に入ったらさ、郵便局のおっちゃんがいきなりこのか弱き女子小学生に向かってさ、なんか温泉のお姉さんに蜂蜜を渡してきてくれとか急に無理難題を押し付けやがってよ。蜂蜜が必要なんだよ。お、聞いてくれんの、花が。ブンブンブブブンブンブブンブンブブンブブ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 ブンブン。なんだその会話。この蜂さんたち悲しんでるね。呪われた家の前に巣があるから、あの赤い花の邪悪な念が蜂蜜に染みちゃってるみたい。でもここでしか蜂蜜は手に入らないよね。けどさ、蜂蜜を入れる瓶がいるよね。持ってる？うん、お庭で見つけたでしょ。あ、そうだ、持ってた、よかった。じゃあ蜂蜜を入れよっか。え、邪悪の念でできた蜂蜜なんじゃないの。大丈夫？よし、できた。けど変な香り、あの真っ赤な花みたいな。やっぱなんか邪悪な蜂蜜じゃん、やば。僕が清めてあげようか。え、そんなことできんの。ちょっとだけなら僕の力を分けてあげられるよ。やったぜ、全力でやれ。じゃあ温泉のお姉さんにはすっごい蜂蜜を届けちゃおうかな。蜂蜜を清める。いやこれさ、いや、そのままでやってやったらどんなバッドエンディングになるんだろう。このゲームちょいちょい怖いんだよな、選択肢が。悪夢の中に引きずり込んじゃってる友達を助けに行ったのに、このまま助けないとかいう選択肢とかあったし、もう怖くてそんなの選べなかったけど、清めてもらおう。グッドエンディングを目指そう。俺こんな怖いゲームだと思ってやってないから。お花さんのキラキラするの好き。もう本当だ、綺麗になった。蜂蜜を清めたよ。やったぜ、イエーイ。よし、じゃあこの清めた清み蜂蜜を温泉のお姉さんとやらにあげよう。お、ここ花ちゃんと咲いてんじゃん。この花って血みたいに赤い。うえー、前から咲いてたか。ここら辺お金落ちてないかな。いけないな。お、お、キモ。うちはただのホースや。あ、そうなんだ。見せ物やあらへんで。なんで関西弁？けどすっごく可愛いよ。お気に。お、キラキラしてる。お金があるぞこれは。うわ、夜になっちゃう。ちょ、拾えない。拾えない。よし、やったぜ。この世界では拾ったお金を交番に届けるという風習はないらしい。チャリンコだ、これ乗ってこうぜ。ケンジの自転車だ。秘密基地はきっとこの辺にあるのね。でもどこだろう。この茂みの中とかにあるのか。ちょ、ここってケンジがよく遊んでる森だだと思ったよ。男の子たちが見当たらないけど、あっちに怖そうな大蛇がいる。え、どうしよう。あ、待って、何か感じるよ。え、あ、雨だ、雨だ。うん、喜んでる。
でもケンジはどこだろう、秘密基地なんて見当たらないし。きっとアメさんが導いてくれるよ、調べてみよう。え、そういうもん、アメすらも味方にするのかなって。あ、バケツだ。なんだか落ち着くな。雨の音ってこんなに綺麗なんだ。あ、わかる。なんかいいよね。他にも聞こえない？ケンジたちの話し声とか。雨音に混じってさ。お、音が鳴り出した。あ。え、何？いや、このバケツの音ってこと？え、マジで大蛇いるじゃん。これ近づいたらゲームオーバーになったりするのかな？近づいてみよう。あ、普通に話しかけられるわ。シャー！お前は会話できないんかい。うわ、大きいヘビ。シャー！お前は会話できないんかい。思ったよりずっと大きい。ヘビさんも君が怖いのかも。まあそうかもな。そんなわけない。けどちょっと悲しそう。なんか目が回ってるみたいな顔してるよね。助けたいならもっと近づかなきゃ。あの、ちょっと、シャー会話にならん。もっと近づいて。もっと？もっと近づく。うん、いいヘビさんかも。やだ、ヘビ嫌い。うわー、ヘビ普通に嫌いだけど、まあ近づこうか。この世界を信じよう。わかった。正座。大きいヘビは怖いけど、シャーシャーしか言わねえ。秘密基地って知ってる？それは秘密っすね。シャー喋った。そっか、秘密だもんね。せめてヒントをくれない？音っすよ。シャー。音って助ける気ないでしょ。君だって同じじゃん。何か困ってない？悲しいっすね。シャー。どういうこと？悲しいの？シャー。どうして？恋はため池の湯気に立つ濃い煙。どういうこと？激しっては目の内に火花を散らし、窮しては涙の雨をもって大海の水かさをも増す。さてその他では何で洗うか。少年の乱れぬ乱心、息の根をもとむる苦いもの。シェイクスピアだ。あ、そうなんだ。それどういう意味？このヘビさんはきっと運命の恋を見失ったんだ。失恋したってことか。そうなんだ。力になれるかな。まあ悲しいヘビさんを助ける。うん、シャー完全にヘビに染まってんじゃん。まあ、いや、助けよう。わかった、あなたの運命の人を見つけてくるね。あ、別に振られたわけじゃないのか。恋をしてる最中ってこと？すごい美人なんす。あ、そうなんだ。すべすべの緑の肌に花飾りをつけて。一生忘れられないっす。悲しいっすよ。シャー、なんで悲しいの？普通恋をしたら嬉しいもんなんじゃないの？ヘビってこんなに感情豊かなんだ。ちょっとやることリストに加わったのかな。つうか、ここは秘密基地の何かなんじゃないの？音はする。はい。ボールがあるよ。ボールは触れない。あ、ちょっと待って、ここになんか、ウサギの耳が。こんにちは。こんにちは。見えてるよ。あ、なんでわかった？耳が見えてた。さては、何でも見えるおまじない？うんうん、耳がピョンって飛び出してたの。ああ、そっか。そんでみんな声かけてくんのか。とにかく何か困ってない？実はさ、何を隠そう。レース中なんだよな。あー、ウサギとカメの？じゃあ、だいぶ遅れてんじゃん。まあ、どっちがゴール、いや、うん、だいぶ遅れてんじゃん。カメの方がだいぶ先にいたよ。今もなの？そう、カメのやつとね、田んぼのそばのでっかい石までレースしてんの。それってうちの庭だよ。そしたらカメのやつには会った？わー、どうする？正直に言う？でもこれさ、うん、見たよっつったらさ、じゃあ急いで行かなきゃってピューって言ってカメ負けちゃうんじゃないの？まあ別にそういう未来があってもいいよね。見かけたよ。とにかく俺っちもう走るの疲れちゃってさ。なんだよ、やる気ねえのか。カメのやつを連れ戻してくんない？なんでそんなことしなくちゃいけないんだ。かわいそうだろ。俺っちがレースに勝てるようにさ。いや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 、お前の方が早いんだから普通に走っていけいいじゃん。カメさんを連れ戻す、そんなことはね。まあ、これマジどうする？まあ、正直言うとカメを連れ戻すのがめんどくさいから、
そんなことできないでいいんじゃない？めんどくせえ。ズルはできないよ、ごめんね。だったら俺っちの負けってことすか？いや、走れよ。アバヨン。あ、またそこ行くの？あ、もう話しかけらんないか。あ、ダメだ。マジかよ。こ、バス停。まだケンジと話してないじゃん。これが最後のチャンスかもよ。わかってる。そっか、引っ越しちゃうもんね。奥のバス停のどこには行けないのか。こんな雨降ってんのに。音がどうとかしてたから、ここら辺がなんか、あ？奥から音がする。ここだ。待って、ここに何かある。やった、聞こえる。見つけた。おお。あった、これがきっと秘密基地だ。だね、行ってきなよ。一人で？僕はここで待ってるけど、人生には一度きりしか訪れない瞬間ってやつがあってさ。わかるよね。でも怖いよ。入らなかったらどうなるの？チャンスはスルって逃げちゃって、やり直しは効かないかな。おお、怖いこと言うな。このゲームオートセーブだからさ、やり直すとしたらまた最初からなんだよね。だから今まで選んだ選択肢も実はもう取り返しがつかない。まあもう一回最初からやればいいんだけど、それはめんどくさいからしない。勇気を出して入ってみる？それともやめとく？いや、もう入りますよ、秘密基地。うん、入る。お花さん、私行ってくる。ここで待ってて。うん、待ってる。それとさ、ケンジだってきっとドキドキしてるよ。ケンジの気持ちがいまいちよくわかんないんだよね。チエットも別になるようになってもいいかなみたいなこと言ってるし、ここってなんだか知ってる気がする。あ、そうなんだ。合言葉を言えって書いてある。合言葉知らないんですけど。最強って書いてある。最強。あ、合言葉最強なんじゃない？じゃあ行ってみる。あれ、合言葉言わなくていいの？つか誰もいねえじゃん。あ、こう、ランドセルとフィギュアがあるぞ。まあそれはいいのか。誰かいる。止まれ、何やつだ。スミレです。魔法使いスミレか。あ、お前棒か。うん、合言葉は？あれ、その声もしかして棒？あ、どうも棒です。入ってもいい？はい、いいんかい。合言葉最強だと思ってたのに、言いたかったのに最強って。ああ、見つかっちゃったか。大変だったよ。ここで何やってるの？知恵姫のお帰りを祝っているのだ。姫？びっくり、知恵のこと嫌いじゃなかったの？我らが町の平和は守られたが、明日は賢治王その人が町を絶たれる。賢治王なき世界は闇に包まれよう。賢治のこと大好きでしょう。うん。賢治は僕の親友だもん。そうか。あ、そうだ、棒に渡すものがあるの。はい、これ、ジョニーズのポスターかな。お気に入りのウェイトレスさんから。はい、ポスター。ポスターだ。ジョニーズの、ふさわしい場所に飾らねば。ぬはははは、壮観である。うん、素敵。単にジョニーズの宣伝になってるだけだけどな。君が届けてくれたの？お姉さんと約束したの。もしかしてダメだった？いや、ほら、優しくされるのに慣れてなくてさ。ボーもゲームで遊んでくれた。それも優しさだよ。僕らっていい友達かも。その友達になれそう。そのうちさ。今じゃダメ？おっと。まだ違うけど、じゃあ、10秒待とう。なるほど。9876543210。はい、友達。あと5秒。え、43210。はい、友達。長っ。もういい。よし、完了。OK。よかった。それじゃあ、私たち友達だね。最高のね。ちょっと待って。お、新しい友達を作る。これまだチェックできてなかったんだ。よし。何やってんの？ノートに書いてるの。ふーんじゃねえよ。そのうち教えてあげるね。我は家路を急がねばならん。新たな友よ。賢治王はこの先におられる。オッケー、じゃあ賢治に告りに行ってくるわ。じゃあな。お邪魔します。
何者だ何者なのかな、スミレか。あ、うん、ファイルが良い。ここで王様やってんのかあいつ、マジで。おお、なんかちょっと風格あるなここって何、ケンジたちが作ったの。俺の秘密基地さ、誰から聞いたんだ。いや、お前が秘密基地にいるって言ってたから探しに来たんだよ。雨が教えてくれた。へえへえって冷めたトーンで言わないで。ところで俺に手紙くれたよな。え、もう届いたの。郵便屋さんは休まないだろ、みんなそれ言うね。本当なんだそれ。あれがスミの本当の気持ち。なんて書いたっけ、スミレのこと好きだったらチェックマークを入れてくださいみたいな、そんなこと言ってなかったっけ。じゃあスミは、うん、言わなくていいよ。言わなくていいんかい。とにかくなんか変な感じだよ、ここでスミに会うなんて。ここどうしてっていうのはちょっとね、伝えたいことがあったから目的を果たそう。国老、ケンジに会いに来たの。棒じゃなくて。それもあるけど、それねえだろでも俺なんだ。そのなんだか人生がバスの窓から眺める景色みたいに思えて、今つかみ損ねたら全部忘れちゃいそうな気がしたの。あのさ、このゲーム始めてからずっと思ってたんだけど、お前小学生だよな。すげえなんか深いこと考えてるよな。鼻水の一つも垂らしてみろよって思うけど、いやまあ世の中にはそんな小学生もいるか、立派だよ。まあ座りなよ。座るか。座るね。よし。ここ暗いけど何してたの。考えてた。何を。何を。知恵のこと。あ、知恵が戻ったんだ。これで全部元通りさ。けどケンジは町を出てっちゃう。まあね、元通りとは言えないか。寂しくなりそう。ああ、俺もだよ。最後かもね、こうして会えるのも。ああ、しばらくは。一つ聞いてもいい？ケンジって、知恵が好きなの、好きな人いる。この聞き方やだな、知恵が好きなのっていう聞き方。好きだって言われたらさ、なんかもうブロックハートしちゃわない？スミレのハートが。パリーンってなっちゃいそうで怖いんだけど。俺だったらなるね。好きな人いるっつっても、スミレだよってなんか言ってもらわないと困るわ。で、もし、スミレじゃないっていう言い方だったら、ああ、はい、わかりました。ありがとうございました。お疲れでした。つって、帰ればいいじゃん。だからこっち選ぼう。それは秘密さ。秘密かい！言ってくんないんかい！そこ言ってくんないんか言えや、お前。スミはどうなんだ？いや、お前手紙読んだんだろ？ごめん、変なこと言ったかも。こういう気持ちは、その人に会うまでしまっておかないと。え、スミレじゃないってこと？うん、そうだね。いつか伝えられるといいな、その人に。ケンジもね。なあ、最後にこのゲームで遊んでかない？ゲーム？遊びながらの方が話しやすかったりするしさ。うん、いろいろとあったけど、これでゆっくり話せるね。何か言いたいことあったのか？ちょっと待って、ちょっと整理させてくんない？あのさ、スミレがさ、ケンジに当てて送った手紙さ、ケンジのことが好きです的なことほぼ書いてあったよね。それ読んだ上で、スミレの気持ちをそんな無視する？っていうかもう分かった上で無視してんのか。いやもう、いやもう怖い。怖い。もうませませ、超ませませな小学生たちの考える思考がもう分からない俺には。楽しくおしゃべりなんかしてられるわけねえじゃん。ちょ、もうこれ伝えよう。もうズバッと言おう。スミレがちょっとごまかしすぎなんだよ。その、スミ？レぐらい呼んでやれ。なんでもない。なんでもないじゃないんだよ！なんだよ。すごく気になるぞ。いいの？じゃあゲームしよっか。いや、もうよくねえよ。よしじゃねえよ。じゃ、これがボードでさ。え、なにボードゲームやんのこれから。やるんだ。なにこれ、ケンジの番。よし、まずはサイコロを振る。次に動かす石を選んで、出た目の数だけボードの上を動かせるんだ。ただし、下がるのは反則だぞ。
これって特殊なサイコロでさ、1から4までしかないんだ。ほんとだ。よし、王様の石をサイコロの数だけ進めよう。自分の石を全部向こうまで進めたら勝ちだ。ただし王様の石は真ん中じゃないとダメだよ。よし、君の番だ。知ってる意味がマジでよくわかんない。サイコロ振ればいいな。3つの石のどれかを選んで、はい。で、2しか動けないから当選もできるんだよね。ってことは、じゃあもう王様の石を、そしたら最高の数だけ石を進めて、下がる以外ならどこへでも動かせる。どういけそう？いや、こいつ真ん中しかダメでしょ。これで当選もでしょ。で、1。まあこれをこうか。それにしても見つかっちゃったか。俺の秘密基地。そうだね。まあ雨の音で分かったっていうのがあるけど。ごめんね、いきなり押しかけちゃって。この秘密基地、みんなには秘密だぞ。いや、もう明日学校行ったらみんなに言うよ。どうしよっかな。言うつもりかよ。おい、頼むよ。じゃあ、ケンジがゲームに勝ったら秘密にしてあげる。こいつは負けられないな。本気にさせちゃったかも。そうだな。よし。ボロカスに任せてやろうぜ。2か。これ進めないんだよね。あ、横行けんじゃん。あ、横行けんの？あ、戻っちゃった。超なんだよ。試しに動かしてみただけなのに、マジかよ。はー、いや、こい、ちょっと待って、なんでこの2つしか選べないの？あ、選べた。こいつをこう、ここでいいや。で、これぶつかっ、動けるマスがない。はー、そういうこと。じゃ、これ、しまってるじゃん。じゃ、これ、すり抜けていけってことか。で、横行って、こういうことでしょ。あ、俺リーチじゃん。勝ったじゃん。ところで、スミって、知恵の友達だよね。まあ、前まではね。知恵はどうしてる？知恵のこと知りたいの？元気だよ。だといいけど、よく知らねえじゃん。知恵って面白いよね。ああ、こいつ！やっぱそういうことなのか。そうか。もうブロークンハートだな、これは。どうかな？あ、もうブロークンハートだ。もうテンション一気に下がった。その友達としてさ。は？どういうこと？もう俺これ勝ったよ。はい。これで勝ちでしょ？ここ行く？あは、一つ端まで進めた。え、全部行かなくちゃいけないの？こうやって勝つんでしょ？お手本を見せてもらってないけど。静かに集中してるんだ。はあ、三つ全部とか聞いてねえよ。こいつは俺が勝ちそうだ。なんだと、ああ、ちょっと本気になっちゃうかも。てめえ。くそ。うわ、最悪。ちょ、これ避けてる場合じゃなくね？最短でまず端っこに行かなくちゃいけないじゃん。いや、これもう負けるか、俺。これ勝ち目なさそう。うわ、4とか出たし。ほとんど勝ったぞ。まだ終わってないもん。そうだ、まだ終わってねえ。3。3！ いや、ここどいたら、あいつが勝っちゃうから、ここどけねえんだわ。だからここずっと閉じ込めとけんだよ。で、こいつがまあ、とりあえず、1、2。失敗したけど。まあいいや、これで。見て、2つ端まで進んだ。なんか言えや。このゲームって楽しい。そうかな。そんな面白くないけど。気に入っちゃった。はぁ！敵の石の上に止まったら動きを封じる。そんな聞いてませんけど、お前。こんな風にね。これで君は俺が石をどかすまで動けない。サイコロで4を出しても脱出できる。はぁ！じゃあこの石は封じられちゃったのね。そうさ、悔しい？でも負けないよ。いや、もう完全に俺リーチなんだけど。いやー、動けない。いや、もうここどいたら負けるじゃん、俺が。1、2、3。1はまあこれじゃん。1。あ、後ろに下がれないのか。
じゃあ待った。1、2、3。ああ、後ろ下がれねえ。しまったー。ちょっと、こ戻すってできない。あ、戻れねえ、もう。最悪。もうケンジリーチ。うわ、もう負けたわ、これ。あれ、あいつ勝つ気ねえのか。なんだこれ、接待ゲームか。危ねえ。あ、もう、ランディ、あ、4?4? ちょっと待って、4だと、1、2、3、いや、ぴったりに行かなくちゃいけないんで、多分。1、2、3、4。あー、ちょっと待って。1、2、3、4。うわー、1、2、3、4。いやー、まあ、とりあえず下に行くしかねえな。1、2、3、4。まあ、とりあえずこれでいいじゃん。よしよし、相手も詰まってるぞ。で、サイコロ振ります。3。勝ったんじゃないこれ。あ、後ろ行けねえんだわ。そうか。後ろ行けねえんだわ。でも勝った。1、2、3。勝った。やっしゃ、やった。ちょっと諦めてたんだけど、本当は。勝ったぜ。罪の勝ちだな。勝っちゃった。ありがとうな。楽しかったよ。急にイケメンだな、お前。さっきまで無言でムキになってたくせによ。じゃあ俺、そろそろ荷物を詰めないと。泣いてる?負けて泣いてる?ケンジに伝えることはさようならケンジ。うわー、ちょ、もうこれ言う?ケンジが好き。言うか。小学生の最後の思い出だ。言っていこう。まあ、好きじゃない女の子から言われたとしても嬉しいだろ。それも青春の1ページだろう。よし、伝えよう。あのね、ずっと前からケンジのことが、その、ずっと好きでした。すみ。ごめんなさい。お別れの前にこんなこと。嬉しいよ、すみ。俺。おっと、なんだ?小学生。暗転、ロード中。で、どうだった?お花さんが見てなくてよかった。ノートにチェックを入れられそう?キスしちゃった、ケンジしたんだ。ケンジと。わーお!あんな気持ちになったの初めて。今も心に残ってる。なんだろうこれ。もううまく言えない。なら、チェックしよう。よし、思いを伝える。矢印、ケンジに。よし、チェック終了。あと、ママには一応気持ち伝えたから、パパに気持ち伝えるのと、あと、綺麗なものを見る。これは何だろうな。多分あれかな。花が死ぬとこかな。いや、わかんないけど、一日が終わった時に新しい朝日を見た時とかかな。で、おばあちゃんに会うは話をとにかく進めないと会えそうにないから。まあ、そんな感じかな。よしっと。これからどうしよう。次はどうしたらいい?お別れの時間かな?え、もう?お日様も落ちてきてる。これからは君が自分で決断するんだ。でもやることがまだ残ってるよ。綺麗な場所を見るとか、おばあちゃんに会うとか。約束したよね。君の特別な場所に行くには先に進まなくちゃ。向こうにバス停が見えるよね。準備ができたらバスに乗るんだ。今日最後のバスだよ。まあ乗るか。一旦行きますか。じゃあ先に進もう。話ウサギはほっとこう。よし、バス停だ。乗るぞ。金ならあるんだ。100円ぐらいは。バス停だ。次のバスが最終の便だよ。帰ってこれねえじゃねえかよ。日が暮れるまでには戻れなさそう。どの道僕は戻れないかな。どんな感じ、とびっきりの一日は。素敵な一日にはなってるかな。僕もそう思うよ。うん。用事が残ってるなら先に済ませておきなよ。終点にはお茶おじさんがいる。温泉のお姉さんも。やり残したことはできなくなっちゃうかな。まだ乗らないにして、用事がするのはちょ待って。ちょっと、チェック見して。ヘビは?運命の人を探してる。助けてあげなきゃ。なんか運命の人がどこにいるのかわかんねえんだけど。緑色ですべすべ。あー、わかったかも。
あなたって素敵ね、みたいなことを言ったことがある。あのね、トカゲだ、ヘビじゃなくてトカゲ。この辺にいる藤の木、いやー、どっちだったかな、田んぼ、いや、この辺だと思うわ。ち、行くわ、連れてけ。わひょーい、バスいらなくね。花が連れてってくれるんだったらバスいらない。多分ここら辺にいると思うんだけど、あれ、こっちか、こっちか、俺にいるはず。カエルとかの近くにいた気がするんだけど、あ、こっち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 、お前だろ。さてはねえ、私はどう、魂がキラキラ光ってる、その調子よ、ありがとう。違うの、てっきりお前だと思ってたんだけど、違うのかい。だって緑色じゃん。マジかよ。え、じゃあカエルのこと、カエルも緑だよ。お前のことか、お前か。美味しいご飯をありがとうさん。お礼にオイラがキスしてあげるけど、それはいらない。あ、わかった、あ、もうめっちゃわかった、あ、もうめっちゃわかりました。わかった、トカゲでなくて、緑色で素敵なやつでしょ。あのね、田中邸の脇にあったホースだ。うわひゅーい、そういうことか、そういうことだろ、そういうことだろ。じゃじゃん、だいたいホースが喋るっておかしいもんな。お前だ、お前、確かにちょっとパッと見ヘビっぽかったもん。だからか、うちはただのホースや、見せ物やあらへんで。うん、可愛いだけじゃない、あなたって誰かの運命の人かも。ほんまか、それって誰や。悲しいヘビさん。悲しいヘビ、なんや情けない響きや、けどあなたに会ったら喜ぶと思うな。どう、うちはこっから動きたくないね。そうなの、可愛いホースを連れていく。ヘビがこっちに来りゃいいじゃん、だいたいこいつ連れていくのめんどくせえし。じゃあ、でもこれさ、一回選択ミスったらもう終わりなんだよね。あのウサギ、隠れてたウサギもカメをこっちに連れ戻してくれとか言って断ったらもう話しかけられなくなってたし。これヘビを呼べばいいんじゃないの、だから連れてかないわ。だってこれ無理やり連れてったらさ、マジでなんかややこしいことになったらめんどくせえし。じゃあ連れてかないにして、わかったけど今からどうしよう。知るかいな、また後で来てや。考えとく境に、運命の恋ってのは得難いもんなんや。よし、だからヘビを、ヘビどこにいたっけ、ヘビを呼んでくれんだよ。ヘビこっちだろ。ちょ、こ、どれ、ヘビヘビ、いたぞ。お前お前、あ、ちょ待って、虫かごある。この虫かごね、ちょ、うあ、こっち、こっち、こっち行けない。なんだよ、あの、取れねえのか。ちょ、ヘビよ、だから連れてけいいんだよ。行こうぜ。じゃあ、どうせ俺らは一人っきり、ひっそり寂しく暮らすのさ。は？連れてけねえの、お前。ちょ、めんどくせえ。ここでぶったたいてやろう、ほんま。目を覚ませっつって。なんちゃくもんか。もう、なんかてっきりさ、この虫取り網でさ、ヘビだかホースだかどっちかを捕まえて連れてくるのかと思った。ちょっともう、じゃあ無理やり連れてくか。こんままじゃラチャーかねし。ちょ、通して、通して。ちょ、もう連れてくわ。こんにちは。毎度。それで気は変わった？それな、考えたんやけど。それって秘密基地の近くにおるでっかいヘビのことなんか？え、あなたも秘密基地の場所を知ってるの？とにかくそう、そのヘビさんだよ。あのヘビって優しそうやんか？ほんなら喜んで会いに行くで。ああ、よかった！一回断るべきだったんだ！やったぜ！危ねえ！無理やり連れてったらもうマジでもうホースのぐるぐる巻きの剣になってたとこだわ。よかった。おい、ヘビ連れてきてやったぞ。てかホースをただ持ってきただけだけど、しゃあ！あ、うん？オイラの運命の人は見つかったっすか？見つかったよ。うん、連れてきたよ。はい。ありがとうっす。感無量っす。なんだこれ。なんだこの話。はい。終わり？金よこせ金。やった！もらった！これでバス代になる。オッケー、終わり？じゃあ話すか。じゃあ。
ありがとうっす、しゃあ。それしか言わねえんか。もういいや、オッケー、先進もう。よし、バス乗るぜ。バス停だ。用事が残ってるのは先に済ませておきな。もういや、用事はない。もういいや、もう、あったとしてももうどうでもいいや。バスに乗る。おばあちゃんと言った綺麗な場所は終点にあるの。あ、そうなんだ。ノートにも書いたし、行かなきゃね。お花さんはちょっと難しいかな。そうなんだ。あ、ほんと、気づいたら花びらがもう、あと1枚しかない。オレンジの花びらしか。いや、違う。あれじゃないか。頭の真上になってる白い部分か。だから、あとでっかい花びらが、あと1枚ってものか。もう無理だ、こいつ。死ぬわ。一緒に来ないの？おばあちゃんに会わせてくれるんだよね。藤の木で会えると思ったんだけどさ。ああ、こいつの思惑は外れたのね。え？がっかりさせちゃったかな？まだ信じていいの？多分ね。見込み薄ー。このバスに乗って終点まで行ったら、最高の瞬間が待っているよ、きっと。説得力ねえよ。でも一人じゃ心細いよ。僕は一緒に行けないよ。藤の木から遠すぎるんだ。ああ、そっか。藤の木の精霊みたいなもんだもんね、お前。そんなのやだよ、一緒にいてよ。この一日で君はとっても成長した。だから大丈夫さ。さ、バスに乗って、君は最後まで行かなきゃ。バスに揺られながら僕らの一日を振り返って、思い出してみて、僕らのしたことを。うん、きっと思い出すのはケンジとチューしたことぐらいかな。それぐらいしかもう覚えてないと思うわ。わかった。オッケー、終わり。バス停の名前、西山南だって。西なんだか南なんだか。まあ西であり南であるんだろうな。よし、バスに乗るぞ。先払いかな？後払いかな？大抵はもう今、先払いなのか？どうなんだ？パスモ的なやつ？スイカ的なやつ？持ってないけど大丈夫か？足りるんだろうか、小銭で。急にアンニュイ、アンニュイ小学生。めっちゃアンニュイです。もうこれエンディングかな。もうめっちゃ大人見て見えるわ。もう俺よりも大人だわ。オッケー、ボタン押しても何も進まねえな。あー、景色変わった、景色変わった。話進んでるわ。ほー、歌詞よくわかんないですけど、景色進んでんだよね。エスケープ押すと、まあ、ここは省略みたいな感じ。あ、これあれか、すみれちゃんの大人になった横顔を楽しもうっていう時間か。まあ、あの素敵な音楽も流れてるけど、あの、もしかしたら YouTube 的に引っかかっちゃうかもしれないんで、あの、カットするかもしれません。もういいかな、エスケープ押さないところ終わんない感じ。じゃあ押します。あれ、中押しか。着いた、終点。ここへ来るのってあの日以来だな。ね、そのあの日っていつなの？おばあちゃんが亡くなった日ってこと？確かすぐそこにお茶おじさんの屋台があって、その先の赤い橋を渡るとおばあちゃんと一緒に行った温泉がある。その向こうには丘が。ここってすごくひっそりしてる。あ、花来たじゃん。やっほーい。死にかけの花。お花さん？やっぱり君と一緒に夕焼けを見たくて急いで追ってきたよ。そっか、けど大丈夫？だいぶやばそうだけどな。もちろんさ、そうは見えないけど。今日が終わったら僕はさよならする。その時が近いってことさ。それ嘘じゃなかったんだ。藤の木のとこから元の世界へ帰るつもりだったけどね。え、今ならまだ間に合うかもよ。いいんだ、こんなに特別な一日なんだよ。最後まで見届けなきゃ。あー、まあそうだね。確かに勝手にいなくなってもらっても、ちょっとこっちとしても、ああ、もうあいつ今頃死んだんかなーって思っちゃうのは寂しいな。けど花びらが一枚しか残ってない。心配ないよ。落っこちた花びらの数だけ素敵な思い出が増えたからね。うわ、言うね。
そのセリフかっこいい。でもすごく疲れたな。ちょっと休まない？いいんだけど、ちょポスト見ていい？郵便屋さんを思い出すな。そういえば温泉のお姉さんに渡すものがあったっけ？そうだね。温泉って？自然のお風呂のこと、ここからすぐだよ。少し休まないってここに座るってこと？違うな。あ、これがお長寿さんか。あれって誰？何でも知ってるかと思ったけど、ここは家から遠いしね。ああ、なるほど。こいつのもうエリアじゃないってことか。そっか。あの人はお茶おじさんだよ。え？宮崎駿じゃなくて。屋台でお茶を売ってるの。ああ、なるほど。お金ならちょっとあるし、休んでこっか。私はお茶。お花さんはお水でいい？うん。オッケー。じゃあ今回はここまでにしとこっかな。次回はじゃあ宮崎駿のお茶おじさんに話しかけて、まあ、ちょっと軽くいい感じのトークをしようかなと思います。温泉はもうすぐだよ。 OK、 わかった。というわけで今回は、というわけで続きをお楽しみに。それじゃまたね。バイバイ。